こちらが44番の番号をいただいてですね、こちらにテナント出していらっしゃいます熊本県から来ていただきましたドラマティックさん、ね、ドラマティックにね、いろんな作品が置いてございます。ご覧ください。熊本県からご指導ですか。ようこそいらっしゃいました。ああ、指に輝いてますね。この作品は自分で作られた。おお、ドラマティックじゃないですか。お店の名前もドラマティックね。いろんな作品が置いてありますけど、まあ主にどんな作品ですか。ヨーロッパのヴィンテージパークヨーロッパのおお、なるほど。でもヨーロッパに行って勉強されて、あの買い付けにはいい。おお、そうですか。ヨーロッパに買い付けに行って、はい、それで珍しいものがあったら、はい、あ、集めてきて皆さん方に紹介していると、はい、さあ皆さん方もヨーロッパに行かなくてもこのドラマティックさんに足運んだらですね、ありますからぜひ足運んでください。45店舗目は中野美容師さんです。どうぞご覧ください。いろんなものが置いてありますね。鹿児島県からお越しようこそいらっしゃいました。美容室なのにアクセサリーが置いてありますよ。これがまたなるほど。美容室では美を中心に、はい、とにかく美しいものを身につけて心から笑顔から美しくなろうと。ああ、なるほどね。そういう意味を込めて今日はアクセサリーとかいろんなものが置いてあるわけですね。頑張ってください。ありがとうございます。46店舗目は延岡からお越しの金井ピンクさんです。こんにちは。久しぶりです。はじめまして、麻婆と申します。今日はですね、会社の方から皆さんテナント全部紹介してくれということで回っております。こちらのお店はティンクティンクさんは、はい、なんとどんなものを販売してらっしゃるんですか。米粉パスタですね。米粉パスタ、自家製麺 の、はい、無農薬の米粉を使ったはパスタですね。おー、はい、スパゲティ、はい、あとはパスタ、はい、こちらですね、はい、自家製麺の 米粉を使った麺、はい、自分のところ父が作っている無農薬の米で、あ、その、はい、無農薬の米、はい、です延岡の方で、延岡の方で、はいはい、とこちらの奥さんのお父さんが作ってらっしゃる、はい、生産者で、はい、あ、そうですか。それを使った米粉で、うん、ふんぼ鶏を使って唐揚げを揚げて、あ、これも米粉を使った唐揚げ、小麦、卵を使わずに、はい、米粉で揚げて、うん、あとは玄米のお菓子ですね、はい、玄米のお菓子、はい、それも父の製品で、はい、はい、お、それは紹介してください、させてください、はい、玄米のお菓子、こちらですね、はい、玄米のポン菓子、無農薬の玄米と塩だけのポン菓子ですね。玄米の無農薬のポン菓子です。皆さん食べたことあります？ないでしょ。日本でここだけですよ。この米粉を無農薬を使ってですね、米粉で自分たちの大地で、それも宮崎県の大地、延岡市の玉ねぎを取れたね。何を作ってらっしゃるんですか。みんなでハンマー持って。あ、なんか文字を入れて。おうおう、なるほど。これは包みっていう模様って。ハンマーの裏側にあるですね。あるあ。で、この作品は何という作品ですか。これは真鍮のペンダントになります。あ、真鍮のペンダント作り。はい、真鍮のペンダント作りは
このお店は隣にテントがありますか。あ、そうです。こちら、はい、で作業場はこちらと。そうそうですね。おほう、皆さん方ね一生懸命ですけど、何を作ってるんですか、あなた。わかんないうちに叩いてます。叩いてますか。あ、まるで金細工みたいですね。叩けば叩くほどね輝いてね、輝きが増してね。で指打たないでね。危ないでしょ、指を打ったらね、あざができますからね。頑張ってください。はい、このクワイエットさん、どちらからお越しですか。鹿児島です。鹿児島県から、はい、ようこそいらっしゃいました。今年は何回目ですか。3年連続3回目。おお、3年連続。来年もありますから、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。クワイエットさんです。はい。